大分県第2区はかつて存在した衆議院の選挙区。1947年の第23回衆議院議員総選挙から設置された。1947年から1990年までは定数3。1993年は定数2。大分郡波間町は当初。 一区に属していたが1986年の区割り変更に伴い第38回より二区へ移動した。現在はだいぶ二区の一部とだいぶ三区の全域に分かれている。1986年公職選挙法改正以降の区域は以下のようである。1950年公職選挙法施行当時の区域は以下のようである。 第40回衆議院議員総選挙7月18日執行、当日有権者数32万7200人、投票率79.10%第39回衆議院議員総選挙2月18日執行、当日有権者数32万3501人、投票率82.55%第38回衆議院議員。 総選挙7月6日、執行当日有権者数、322,466万人、投票率 78.、78.53%第37回衆議院議員、総選挙12月18日執行当日、有権者数31、312,050万人投票率 70.、70.50%、第36回衆議院議員総選挙6月22日執行、 当日有権者数、30万8000人投票率 87.、87.17%。第35回衆議院議員総選挙10月7日、執行当日有権者数、30万6612人、投票率 85.、85.79%。第34回衆議院議員、総選挙12月5日、執行当日有権者数。 30万2166人、投票率79.22%第33回衆議院議員、総選挙12月10日執行当日有権者数29万5915人、投票率79.75%第32回衆議院議員、総選挙12月27日執行当日、有権者数30万535人投票率、 73.17%、第31回衆議院議員総選挙1月29日執行、当日有権者数、278。584人投票率、82.44%、第30回衆議院議員総選挙11月21日執行、当日有権者数、28 1 111人、投票率、 82.31%第29回衆議院議員。総選挙11月20日執行当日有権者数。27万7893人。投票率 82.。82.26%第28回衆議院議員。総選挙5月22日執行当日有権者数。27万9312人。投票率。 84.85%第27回衆議院議員総選挙2月27日執行、当日有権者数27万8312人、投票率8 3 2 8第26回衆議院議員総選挙4月19日執行、当日有権者数27万751人、投票率 83.14%第25回衆議院議員。総選挙10月1日執行当日有権者数、28万1128人。投票率 80.、80.21%第24回衆議院議員。総選挙1月23日執行当日、有権者数、27万1340人。 投票率 77.、77.17%第23回衆議院議員総選挙4月25日執行、当日有権者数、276,956人、投票率 69.、69.08%。ありがとうございます。